った象髄をご紹介してまいりましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。かつて人々は海を道とし、周辺諸国との交易を通して琉球王国を作りました。そこに生まれた芸能は琉球の文化を今に伝える大切な芸能として、多くの琉球王によって保持継承されています。お届けしてまいりました首里城公演舞へのいざないは、ただいまをもちまして終演でございます。首里城において誕生した古典舞踊と合わせて人々の暮らしが描かれた象髄をご紹介してまいりましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。かつて人々は海を道とし、周辺諸国との交易を通して琉球王国を築き上げました。そこに生まれた芸能は今琉球の文化を今に伝える大切な芸能として、多くの舞踊家によって保持継承されています。お届けしてまいりました首里城公演舞へのいざないは、ただいまをもちまして終演でございます。最後までご鑑賞いただき誠にありがとうございました。描かれた象髄をご紹介してまいりましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。かつて人々は海を満ちとし、周辺諸国との交易を通して琉球王国を築き上げました。そこに生まれた芸能は琉球の文化を今に伝える大切な芸能として、多くの舞踊家によって保持継承されています。お届けしてまいりました首里城公演の舞へのいざないは、ただいまをもちまして終演でございます。最後までご鑑賞いただき誠にありがとうございました。どうですか。